はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv でございます。今日は月バージョンでお届けします。はい、本日のお題は恥は大量になるとかえって気持ちよくなる。こちらのお題を今から読んできます。恥は小さい時ほどよく感じます。小さな失敗は恥ずかしいです。わずかな視線がトゲのように突き刺さります。どうしたんだろうと思われるのが一番心苦しいです。小さい恥だからこそ笑われ恥ずかしいのです。恥をなくしたければ量を増やしましょう。恥を大量に書くのです。恥のシャワーです。バスルームでシャワーを浴びるかのように頭から大量の恥を浴びてみましょう。すると不思議です。勢いよく恥のシャワーを浴びると逆に恥ずかしさが小さくなります。むしろ気持ちよく感じます。視線がある一線を越えると刑罰の目ではなく注目の目になります。どうしたんだろうから面白いことをやってみなへと変わります。注目されると気持ちいいです。人気者と同じ感覚です。体に突き刺さる視線が体のツボを刺激しているかのようです。体のない内側から気力が湧き上げ元気になります。恥ずかしいと思っているうちはまだ量が足りません。もっと大量の恥をかきに行きましょう。一線を越えた時恥は快感へと変わるのです。今日の格言、恥の一線を越えて快感に変える。なるへそね。確かにね、要は気の持ちようなんですよね、恥ずかしいかどうかなんて。俺も自分が恥かいても誰か相手が笑顔になってくれたり喜んでくれたり嬉しく、なんか相手にプラスになれば自分が別に恥ずかしい思いしたり、なんか自虐的なことをしても苦じゃないんですね。そのくらいの気持ちの変化を、気の持ちを、これを自分でどの程度までならいけるか、そうしながらいつも恥をかいています。はい、ということでこれからもどんなことにも恥じてもいいので誰か喜んでくれればそれでいいという考えで自分は生きていきたいと思います。ということで本日も勉強になりました。ありがとうございます。